大田原城氏大田原藩は、下野国那須郡に存在した藩。藩長は、大田原城に置かれた。大田原氏は下野国の大名、那須氏に属する、豪族州、那須七等の一つであった。天正十八年、豊臣秀吉の小田原聖伐の時、主家の那須氏は、小田原に参陣しなかったが、大田原春清は、小田原に参陣したため、七千余石の所領を安堵された。 慶長5年の関ヶ原の戦いで、春清は東軍に組みして下屋国小山に参じた後、帰国して合図の上杉家の動きに備えた。この戦功により、戦後、徳川家康から五千国を加増され、一万二千国を、領する大名となった。第三代藩主、高清は、弟のため清に千国を分治し、以後の表高は一万千国となった。 大田原家は小藩ながら、戸山大名として、明治時代まで存続した。幕末の開園3年、第12代藩主、孔清は、藩公、自習館を開いた。最後の藩主、一世は、母親戦争において、新政府軍に就いた。このため、地理的に東北に近い、この地は、旧幕府方の東北諸藩に狙われることとなった。慶応4年5月、城下は、 藍津藩の攻撃を受け大田原城も消失した。明治4年、廃藩地県により、大田原県となる。その後、宇都宮県を経て、栃木県に編入された。大田原家は、明治2年の藩籍奉還と共に家族に列し、明治17年の家族令により、死者となった。戸様1万2000国1万1000国。 春清清清せ清きよしにより一万千国、のりき純清ゅん信友清きよのぶふしん、とも清よようき一生。ありがとうございます。